一方の桜井さんはというと、気の向くまま旧市街の路地裏を散策していました。こうやってのんびり歩くことこそ旧市街の魅力を味わう一番の方法。いいですね、のんびりしてて。こんにちは。ここは全然昔と変わらないですか？全く変わらないということはないわ。一番大きな変化は内戦が起きたことです。とてもひどい出来事でした。1991年、独立を宣言したクロアチアとそれに反対する旧ユーゴスラビア軍との内戦が勃発。ドブロブニクも標的とされ、4年間にわたり砲撃を受けたのです。美しい赤瓦も割れ落ち、多くの貴重な建造物が破壊されました。私も母もここで生まれ育ちました。3人の娘もずっとこの町で暮らすことになるでしょう。だから観光客が訪れる平和な町になって本当に嬉しいんです。飛行機の音が聞こえるとまだちょっと怖いですけどね。内戦から12年、住民たちの手により町は復興を遂げました。古い瓦と真新しいオレンジの瓦が混じり合っているのが21世紀のドブロブニクです。桜井さんは旧市街を望む展望台へ。ああ、すごい。わあ、これは内戦の傷跡ですね。かつてここには旧市街と裏山を結ぶロープウェイが架けられていました。地元の人たちに親しまれていた憩いの場も激しい攻撃を受けたのです。悲劇を忘れてはいけないという思いからなのか、ここだけは修復されずに砲弾の傷跡が生々しく残されたままです。なんかすごいドキドキしてきます。すごい怖い。ボロボロになってます。なんか綺麗。アドリア海の真珠と言われるこの町はかつてと同じ美しさを取り戻しつつあります。桜井さんはこう感じたそうです。東京で暮らしているとなかなか気づくことができないふるさとを愛する気持ち、その強い思いがこの町の人たちにはあるからこそ、この絶景はより輝いて見えるのかもしれない。